はい、どうも、うずです。今回はストロボ、私もともとゴドックスの V862 っていうものを自分で購入して使っておりました。リチウムイオンバッテリーを使った非常に快適に使える優秀なストロボだったんですけれども、ちょっとご縁があって、こちらゴドックスの V1、こちらは提供していただきました。これはちょっと自分で購入じゃないんで申し訳ないんですけども、あのキャノン用の V1 を送っていただきましたので、こちらの簡単な説明、使った感じをお伝えしたいと思います。開封関係はちょっと私やらないです。そんな新しい商品じゃないんでね、結構動画上がってますので開封はやらないです。で、このゴドックスの V1 というとちょっと曰く付きというか問題もあった商品なんですが、プロフォトという有名なめちゃくちゃ高いね、まあ、ちょっと私は手が出ないんでちょっとこう皮肉っぽく言っちゃうんですけど、ちょっと高すぎんじゃないっていうストロボがあるんですよ、ブランドが。で、そこのプロフォトのストロボと形とかなんかそのコンセプトがかなり似通ってしまっていて、まあパチモンっていう言い方もね、すごいされたわけですね、このストロボは。もうその問題に関してはお互いにもうやり合ってらっしゃるので、まあ何とも言えないんですけど、まあ純粋に今回は私はこれを使った感想を言っていきたいと思います。で、まずポイントになるのが、純正の、こういったキャノンなどの純正のストロボっていうのは、ちょっとこれ外そうか一回。純正のストロボもあるんですが、純正のストロボというのは、炭酸電池を利用して使うものがほぼというか、です。炭酸電池を利用して使うものなんですけれども、そうすると利点としては、炭酸電池だからどこでも手に入れられて使いやすい。バッテリー切れても、まあ代用が効きやすい。というのがメリットなんですが、反面、元々のパワーが弱いので、ストロボを焚き直すのに時間を取られるんですね。チャージっていうものがあるんですが、なので撮影レスポンスがすごく遅い。それが炭酸電池型の純正ストロボ。対してゴドックスなどのリチウムイオンバッテリー式のストロボは、バッテリーのスペアがないと心配っていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ともかくチャージが早い。どん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 写真フラッシュタイで撮っていける。そこが一番のメリットだと思ってます。で、それをこの V1 も採用してまして、これ面白いんだけど、これね、ロックボタンを押しながらスライドするとバッテリーがね、スポンって抜けて穴っぽこが開くんですよ、ここ。ね、穴っぽこが開くの、ここ。バッテリー外すと。なんですけど、これはどうでもデザインだからどうでもいいんですけど、まあこのバッテリーを使って、軽快に撮影していくことができます。で、操作系のことはあまりこの場では細かく言わないんですが、操作もね、ここのボタン一つでマニュアルと TTL、自動のね、調光システムが切り替えられるっていうのもすごいポイントですし、まあ、全体的にここにあるボタンでほとんどの操作が行えます。あとおまけ。おまけの機能として、ライディング、LED のね、ライトを当てるって機能があって、それがね、最初知らなかったんですけど、知ったら面白くて、これをですね、はい。うん、つきました？あ、ついたついたついた。これ。ここにね、LED ライトがついてるんですよ。補助光的なものが。なので、このライトを使って、照明を当てて、これもちょっとね、明るさ調整できるんですけど、フラッシュをたかずとも、ライトを当てて、面白い撮影ができたりとか、そういうおまけの機能も入っております。おまけって言うとおかしいか。そういう機能もございます。で、V1 のこちらの首振りに関しては、これがね、正面がマイナス7度だったかな。で、こっちグリッとひねって、120度まで、バックにね、光を当てることができるので、カメラに乗せた状態で、背面の壁を利用したバウンス撮影ができるっていうのもポイントだと思います。ちなみにこれゴドックスの V860 だと、これここまでしか行かないので、さっきのね V1 みたいな後ろにグッてね、やっていくことはできないです。で、この回転の方も、330度って書かれてたかな。330度の回転ができるので、どうしても背面思いっきり後ろの壁に光ぶち当てたいときは、ぐるっとね、ぐるっとこっち右側に回せば、真後ろまで向いてくれるので、ぐりっとね。で、反対は途中までで止まっちゃうので、これが330度っていうことか、になっております。まあ、ただ、ガイドナンバーはちょっとこっちね、大きくなってたんですけど、光の光量をちょっと夜撮影した時には、あんまり違い感じられなかったので、特別光が強いモデルってわけではなさそうです。ちょっとこれ感覚的なものなんですけど。ただ、この V1 を使う場合は、絶対的に用意しておいてもらいたいアタッチメントがございます。それがね、この V1 のパッケージにも書いてあるんですけど、AKR1 っていうセットがあると、より V1 のフラッシュ楽しめます。そのゴドックスのね AKR1 っていうのは私ちょっと自腹でそこで購入してしまったんですが、まあ、ちょっと様々なねアタッチメントがついてるもので、これに関してはこの後ちょっと画面切り替えますね。この場でいつもの撮影助手、ボーイ君に手伝ってもらって試してみました。その映像ちょっとこの後流します。はい、じゃあここからはちょっとこちらのゴドックス V1 を実際ちょっと簡易的なね、ほんといつもの机の置き方なんですけど、ここで撮影したものを見ていただこうと思います。結構ねイメージは伝わるかなと思ったんですよ、さっきリハーサル自分でやったんですけど。はい、じゃあまずこちらストレートで当ててみましょう、光を。はい、行くよ、ボーイくん。
いいね。まずはストレートで当てた光なんですけれども、やはり光が直接ねドカンと当たってるので被写体はくっきりしっかり撮れるんですが、フラッシュ当ててるなって感じになりますね。次、多くの方がクリップオンストロボでやられる天井バウンスやってみましょう。はい、そのまま同じ位置、同じ被写体で天井に当ててみます。で、やっぱり天井バウンス無難ですね。こういったパターンで撮る場合、被写体も周りのものもね、光がしっかり均等に当たってくれて、まあ、天井からですけれども、まあ、程よい自然な形の光になると思います。これ一番ね、手っ取り早いよね。じゃあ次ちょっとアイテム使ってみましょう。一個ずつの名前をもう全く覚えてないんで、下にテロップ入れときます。こちらのドーム状のホワイトのパーツをくっつけて、ストレートに当ててみたいと思います。まあ、最初のストレートとそんな変化ないように見えるんですけど、まあ、光が若干柔らかくなったかなって、若干っていうイメージですね。で、次のパーツ行ってみましょう。次に試すのはこのハニカムなんちゃらです。こちらの蜂の巣みたいになっている構造のものなんですが、これを使うと光が拡散せずにストレートに飛んでくれるらしくて、私はあんま使わないんですけど、ポートレート撮影なんかでは結構ソフトボックスにこういったものをくっつけるパターンがあるので、そういった光がどうなるのか。この条件で効果が見やすいかはわからないんですけど、まあ、やってみましょう。ボイ君いいね。ちょっと上向いて。上向いて。ダメだ。動かない。はい、先ほどまでのストレートな光とちょっと並べて比べてみると分かりやすいと思うんですが、明かりが若干こう拡散してない感じにはなってますね。確かに味が出る写真になる気がします。ちょっとこの辺プロじゃないから分からないんだけどね。でも効果は出てますね。はい、次やってみたいのはこちら、バウンスさせるための、これね、パネルなんですが、紙みたいなやつかな。パネルなんですけれども、これを使っての撮影やってみたいと思います。で、これは同じようにここにカチッとくっつけて、発光される光を天井バウンスだけじゃなくて、こちらに当てて反射させる。そういう効果があるので、私のイメージとしては東京モーターショーとか、ゲームショーとかね、コンパニオンの方を撮るときにこれがあると便利かなと思います。こういったようなね、撮影のやり方、ちょっとやることがあるので、自分自身でも。はい、ボーイ君ちょっと手組んでみようか。手組んでみようか。組めないか。はい、この撮影に関しては天井バウンス。これなしで天井バウンスした写真と、比べてみると結構わかりやすいところがあって、天井バウンスの時はボーイ君の光り方がちょっとね抑えめだったんですが、こちらで反射することによってボーイ君の前面に光がちょっと強めに当たるという効果があります。やっぱりポートレート撮影とかではなかなか、クリップオンタイプのねこの形式でやるっていう一人撮影だったらやりやすいんじゃないかなと思います。非常に重要なアイテムだと思います。今度は東京モーターショー、これくっつけて撮影してこようかな。で、今ちょっと照明ね、こっちに当てるのつけたんですけど、撮影の時はちょっと消しますね。で、やりたかったのはこれ、カラーフィルターがあるんですよ。これも簡易的にくっつけることができるアタッチメント用意してますので、色変えてちょっと撮ってみたかったんです。あんまり普段私これやらないので、ちょっと楽しみですね。はい、最初はオレンジのフィルターくっつけてやってみたいと思います。ほんとマグネット楽だわ。さっきからそればっかし。あ、でも液晶モニターで見てる限りは、あ、当たり前か、液晶関係ないよ。オレンジだったね、光がね。あ、面白いですね。オレンジ色の光になる。ちょっと、いやらしい感じなんで、ピンクとかも欲しいな、これ。天井当ててみようか。はい、じゃあ、ボーイ君、天井から光注ぐからね。いいポーズしてね。いいよ。いいよ、その足。まあ、これがいいかどうかは別として、ちょっと面白い感じですね。やっぱり光の方がうまく当たってくれるので、これでちょっと屋外で女性のポートレートとか撮るとね、いい雰囲気のもの、面白いもの撮れそうなんじゃないでしょうか。じゃあ、次はグリーンですね。グリーンの色を当ててみましょう。いくよ、ボーイ君。君の髪の毛の色と一緒のグリーンだ。うん。グリーンはなんかちょっとした味付けっていう感じですね。でもまあ悪くないですよ。面白いですね。カラーフィルター、なかなか使えます。面白い。で、こちら入れ方も簡単で、フィルターの方がここ突起物があるんですけど、これを四隅合わせて差し込んだら、クリッとね、ひねってあげるだけでもロックされるので。はい。で、二層になってるので、二つ重ね掛けでフィルターをつけることができます。はい、こんな感じで今グリーンとオレンジが今入ってるんですけども、これオレンジのね、2層にして色を濃くしたりとか、そういった使い方もできますね。あともうちょっと面白いアイテムがありまして、これ、板がね、ついてるアタッチメントがあるんですよ。で、これをどういうふうに使うかというと、光の拡散をやはり抑えるものらしくて、まあ、こうすぼめてね、使ったら、その光の方がちっちゃく出せるとか、そういう調整ができるものがありまして、これをちょっと使ってみましょう。どうなるんだろう。これもカチャコンをくっつけて、マグネットくっつきますからね。で、これでちょっと絞った形、ギュッとした感じで一回撮ってみます。どうかな、これ。あー、なるほどね。これ面白いね。ちょっと光量増やして撮ってみようかな。マニュアルで。あ、これなかなか面白いですね。
ちょっと穴の大きさを変えて撮ってみたりしてみたいと思います。あ、ちょっと照明邪魔だったね。うん、なかなか面白いですね。このパカパカの調整によって光の当たる位置、雰囲気を変えることができるので、最初ね、これあんまりいらないかなって思ってたんですけど、使えるね、これね、面白い。ただちょっと露出、明かりの調整をマニュアルでしないと全然光が弾けちゃったり沈んだりするので、その調整をその都度必要になってくるってところがポイントになります。だからこうテンポよくパシャ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 やりたいっていう場合にはちょっと使いにくい。しっかり物をこう撮りたい、ああ撮りたいっていうのを決めて時間かけて調整するタイプなのかなっていう印象ですね。はい。でもこれは面白い。これすごい使える。ちょっといろいろ撮ってみたいね。で、今回紹介するアタッチメントだと、これが最後かな？このなんか筒状になるこの明るさまにね、ピンポイントで光当てますみたいな筒を、これはね、マグネットじゃなくてキュッてなんかはめ込む感じみたい。はい、ボイ君いくよ。これラストね。気合い入れていこう。はい、こちらのシリコンの筒なんですけれども、これはね、面白い。これも面白い。ただ、こちらは、やっぱり穴がちっちゃいから、光を通す穴がちっちゃいので、しっかり撮りたい被写体、撮りたい場所にそのポイントをバチッと当てないと、全然雰囲気の違う、イメージの違う写真になってしまうというのが分かりました。ただ、スポットで当てる光なので、モデルさんの撮影とかで顔をね、フォーカスして明かりを当てたいとか、そういった使い方だったら、やっぱり面白いんじゃないでしょうか。で、今回、このゴドックスの V1 を試すのに撮った写真、夜娘に協力してもらって撮った写真がありまして、それがね、この後ろにね、後ろにある写真なんですが、ちょっと画面で見せようか。こちらは庭で簡単に設置して前と後ろから光を当てる、クロスライティングっていうのを試してみたんです。まあ下手なりに。で、その時に活躍したのがやっぱりこちらのゴトックスのコントローラーなんですけれども、こちらで2灯に指示を与えて、バックの方でこの V1 を光らして、で、前面の方からは、もともと私が持ってるこの 860-2 ですね、こちらを利用して撮ったんですが、まあこういった撮影も含めて色々とライティング、まだ全然ね、勉強中なんですが、楽しみ方も豊富に広がりますので、写真が好きな方で、ちょっと照明、ライティングやってみたいなって方がいらっしゃいましたら、まずはちょっとね、一等買ってみて、いろいろ試してみると面白いと思います。今回紹介したゴトックスのアタッチメントの撮影だけでも、本当にバリエーション豊富にやれますので、光を使った撮影方法、それを楽しむという意味では、すごく、低コストで導入できる照明なので、いいんじゃないかなと思いました。はい。はい、以上です。いろいろね、撮影に関してはこの後も動画にできるネタがありますので、そのあたりはぼちぼちやっていきたいと思います。直近だと撮影でちょっと動画上げるかわからないんですが、10月末の方にまた、前回やったポートレート、ワイザップっていうのがありまして、そちらに参加してきて、ポートレートのを勉強してこようと思いますので、そのあたりもネタにできたらなと思います。普段から商品のレビューを中心に、いろいろなものをやっている、自由なチャンネルなんですけれども、カメラが好きな方、ガジェット好きな方はぜひチャンネル登録して見ていただけるとありがたいです。ではまた別の動画でバイバイ。まあでもやっぱり今ちょっとね、今ちょっと空気椅子なんですけども、まあやっぱりこういったカメラのライティングとか、その実際やってるところを撮ろうとすると、なんかね、ちょっとスタジオというかちょっとしたね、空間があると楽なんだけど、どっか足利市で提供してくれるとこないかしら場所をね、なかなかね、自分の部屋でこうね、狭い中でいろいろちょっとやろうと思っても難しいので、あ、だからこそあれか、ワイザップか。よろしくお願いします。